新聞。原油価格4ヶ月半ぶり安値45ドル台。原油価格再び下落基調を強めていると。3日のニューヨーク原油先物市場では1バレル 45.17 ドルと3月中旬以来4ヶ月半ぶり安値をつけました。中国などの景気減速による需要減とイランなどの増産観測、これを背景に供給過剰になるとの見方が広がっているためです。ガソリン代、電気料金などの値下がり通じて、まあ、家計にはプラスに働きそうだということですね。三沢さん、この原油、うん、またこれ安値になっているとこれね、原油価格って日本の経済指標、はい、まあ、インフレ率のその問題、まあ、歪みって言った方がいいと思うんだけど、その典型なんですよね。あの、日本のインフレ率って、ま、何回か言いましたけど、コア CPI、はい。コア CPI。コア CPI。はい。生鮮食品を除く、はい、あの、総合消費者物価指数で見てるんだけど、原油価格入っちゃってるんですよ。はぁ、はぁ。原油価格ってこれ見ればわかりますけど、中国の需要とかね、あるいは中東の混乱とかで変動するわけですよ。それをなんで日本のインフレ率に入れてんだって話で、このままだとコア CPI はマイナスになるでしょ。はぁ、はぁ。安倍政権はね、いろんな意味で、あの、8月はね、危機になると思う。8月、今月ですよ。今月は。なぜかというと、まずあの安保法制で、はい、まあ、あれは通るだろうけど、まあ、支持率は下がりますよね。はい、そこに、あの、仙台原発の再稼働と、はい、あと、絶対に問題、何を言ったって問題になる安倍談話。はい。はい。これ何を言ったって問題になります。さらに4月6月期の GDP のマイナス成長。さらにインフレ率のマイナスっていうふうに立て続けに来るんですよ、今月。これね、な政局と絡んじゃうんですよね、これ。あ、政局とね。完全に絡みます。まあ、そんな中で、あの、沖縄のね、はい、1ヶ月、辺野古の、その、停止というのはね、はい、まあ、ちょっとお休みしましょうというのは、打ちましたけれども。はい。だから、その前にも、はい、それもあるし、その前には、新国立競技場のね、はい、あの、まあ、延期時間、まあ、見直し。白紙ですね。白紙。はい。見直し。で、いや、まあ、だから、要は支持率下がってるの分かってるから、それを上げるための、なんか、その、いろんな、こう、あの、手を打ってるんだけど、あんま影響してないですね。ああ、はい。そりゃ、例えば、今、ラジオ機の方だって、経済がね、また経験が、良くないのなんて、ね。悪いですよ、今マイナスですよ。ねということに、それがまた出てくれば、はい、ただまあ、原油価格の下落自体は、家計の、はい、まあ、消費は助けますよね。はい、電気料金も下げられるだろうけども、じゃあインフレ率どうなのと。だからインフレ率に原油入れるのはやめなさいってことなんです、そもそも。コア CPI で見なさいと。コア CPI というね、そうそうそう、よく三沢さんがおっしゃる。はい、まあ、それで見ればいいのに、ね、ということなんですね。これでも、このまままだまだ下がっていくんですかね、原油っていうのは。あの、少なくとも中国の需要の拡大っていうのは、はい、まあ、しばらくはないですよね、どう考えたって。さっきの自動車の話じゃないけど、はい、結局ね、中国の経済って、設備投資というか、投資主導でずっと成長してきたんですよ。あの、ミリーマンショック以降は。はい、でも、投資ってのは需要がないと本来やっちゃいけないですよね。はい、でも、需要を無視して投資して経済成長率だけ上げてきたんですよ。うん、それが限界に来てるから、この構造は治んないから、まあ、しばらく原油は上がらないと思います。で、また、あの、イランの核協議なんかね。そうそうそう。ホルムズ海峡の危機も、まあ、はい、あの、まあ、落ち着きましたよね。まあ、はい、少なくともイランについては。まあ、ISIL の問題あるんだけどね。はい。そうすると、まあ、しばらくは、まあ、家計からしてみると。助かるんだけど、インフレ率は、抑制要因になっちゃって、わけでわかんない状況です。そういうことなんですね。はい。続いてはこちら。日本経済新聞。対ギリシャ、ヨーロッパ結束を。来日中のイタリアのレンツィ首相は昨日、債務問題でユーロ離脱の危機に追い込まれたギリシャについて、離脱した場合ユーロが被る打撃は計り知れないと述べ、再発防止でユーロ圏各国が結束することが重要との考えを強調しました。レンツィ首相はギリシャの財政再建策について厳しすぎる緊縮財政を加盟国に迫ると自律的な経済成長の推進力を削ぐ恐れがあると指摘しました。レンツィ首相は危機に陥った国には緊縮要求に偏らない、そのバランスの取れた対応が必要との立場ですが、これ案にドイツを批判してますか？その通りですね。で、削ぐ恐れがあるっていうよりも、はい、削ぐですよ。あ、もう恐れどころじゃないですか。これね、ギリシャね、はい、やばいでしょ、本当にこれ。はい、あの、今回の銀行の、ま、閉鎖とかね、債務危機とかがあったもんだから、経済成長率がマイナス 10% になるって言われてるんですよ。もともと 25% くらい減ったんですよ。2008年と比べて。はい、失業率ね、30% 超えます。このままだと。この前、久しぶりにですね、イギリスの、はい、失礼、ギリシャの株式市場が開いて、13% くらい、ね。落ちました、ね。落ちました、ね。それは落ちますよ。はい、で、国内で全く投資がされてないんです。まあ、当たり前ですよね。要は誰も未来に対しての希望を持ってないって状況で、若者の失業率 60%。まあ、若年層失業率 60% ってことだから、これ国が崩壊するレベルでしょ、ギリシャ。こんなのんきなこと言ってる場合ですかって、ドイツを何とかしなさい、レンツィ首相って感じですね。ドイツを突き伏せることができないんでしょうか、フランスはじめ。はい。かたくななんですね。うん、あの政治力、経済力でもちょっと違いすぎるんで、完全に名刺でしょ。
ドイツは。はい、ユーロですよ、ユーロのね。ユーロのね。はい、でもじゃあそうなって、じゃあこれから先どうなってくんだってことだよね。そうだ、まずギリシャの失業率が 30% ぐらい超えた頃で、もう限界ってところになって、これ下手したらって、ギリシャ黄金の夜明けっていうあの、本当の極右政党がね、政権取っちゃいますよ、こんなもん、このままなんか。そうだ、国内がね。はい、国内。で、これもパターンって実は、あの、ナチスドイツが生まれたのと同じなんですよ。だからまずいって言った。はい。あと、絶対に問題、何を言ったって問題になる安倍談話。はい。はい。これ何を言ったって問題になります。さらに4月6月期の GDP のマイナス成長。さらにインフレ率のマイナスっていうふうに立て続けに来るんですよ、今月。これね、な、政局と絡んじゃうんですよね、これ。あ、政局とね。完全に絡みます。まあ、そんな中で、沖縄のね、1ヶ月、はい、辺野古の、その、停止というのはね、はい、まあ、ちょっとお休みしましょうというのは、打ちましたけれども。はい。だから、その前にも、それもあるし、その前には、新国立競技場のね、はい、あの、まあ、延期時間、まあ、見直し。白紙ですね。白紙。はい。見直し。で、いや、まあ、だから、要は支持率下がってるの分かってるから、それを上げるための、なんか、その、いろんな、こう、あの、手を打ってるんだけど、あんま影響してないですね。ああ、はい。そりゃ、例えば、今、ラジオ機の方だって、経済がね、また景気が、よくないのなんて、ね。悪いですよ。今マイナスですよ。ということに、それがまた出てくれば、はい、ただまあ、原油価格の下落自体は、家計の、はい、まあ、消費は助けますよね、はい。電気料金も下げられるだろうけども、じゃあインフレ率どうなのと。だからインフレ率に原油入れるのやめなさいってことだよ、そもそも。コアコア CPI で見なさいと。コアコア CPI というね、よく三崎さんがおっしゃる。はい、まあ、それで見ればいいのに、ということなんですね。これでも、このまままだまだ下がっていくんですかね、原油っていうのは。あの、少なくとも中国の需要の拡大っていうのは、まあ、しばらくはないですよね、どう考えたって。さっきの自動車の話じゃないけど、はい、結局ね、中国の経済って、設備投資というか、投資主導でずっと成長してきたんですよ。あの、ミリーマンショック以降は。はい、でも、投資っていうのは需要がないと本来やっちゃいけないですよね。はい、でも、需要を無視して投資して経済成長率だけ上げてきたんですよ。うん、それが限界に来てるから、この構造は治んないから、まあ、しばらく原油は上がらないと思います。で、また、あの、イランの核協議なんかもね。そう。ホルムズ海峡の危機も、まあ、はい、あの、まあ、落ち着きましたよね。まあ、少なくともイランについては。まあ、ISIL の問題あるんだけどね。はい。そうすると、しばらくは、まあ、家計からしてみると。助かるんだけど、インフレ率は、抑制要因になっちゃって、わけでわかんないですよ、今日です。そういうことなんですね。はい。はい、続いてはこちら。日本経済新聞。対ギリシャ、ヨーロッパ結束を。来日中のイタリアのレンツィ首相は、昨日、債務問題でユーロ離脱の危機に追い込まれたギリシャについて、離脱した場合、ユーロが被る打撃は計り知れないと述べ、再発防止でユーロ圏各国が結束することが重要との考えを強調しました。レンツィ首相は、ギリシャの財政再建策について、厳しすぎる緊縮財政を加盟国に迫ると、自律的な経済成長の推進力を削ぐ恐れがあると指摘しました。レンツィ首相は、危機に陥った国には、緊縮要求に偏らない、そのバランスの取れた対応が必要との立場ですが、これ、暗にドイツを批判してますか？その通りですね。で、そぐ恐れがあるっていうよりも、そぐですよ。もう、恐れどころじゃないですか。これね、ギリシャね、はい、やばいでしょ、本当にこれ。はい、あの、今回の銀行の、ま、閉鎖とかね、債務危機とかがあったもんだから、経済成長率がマイナス 10% になるって言われてるんですよ。もともと 25% ぐらい減ったんですよ。2008年と比べて。はい、失業率ね、30% 超えます。このままだと。この前、久しぶりにですね、イギリスの、はい、ギリシャの株式因子、中国などの景気減速による需要減と、イランなどの増産観測、これを背景に、供給過剰になるとの見方が広がっているためです。ガソリン代、電気料金などの値下がり通じて、まあ、家計にはプラスに働きそうだということですね。三沢さん、この原油、うん、またこれ安値になってると、ね。これね、原油価格って日本の経済指標、はい、まあ、インフレ率のその問題、まあ、歪みって言った方がいいと思うんだけど、その典型なんですよね。あの、日本のインフレ率って、ま、何回か言いましたけど、コア CPI、はい。コア CPI。コア CPI。はい。生鮮食品を除く、はい、あの、総合消費者物価指数で見てるんだけど、原油価格入っちゃってるんですよ。はぁ、はぁ。原油価格ってこれ見ればわかりますけど、中国の需要とかね、うん、あるいは中東の混乱とかで変動するわけですよ。それはなんで日本のインフレ率に入れてんだって話で、このままだとコア CPI はマイナスになるでしょう。はぁ、はぁ。安倍政権はね、いろんな意味で、あの、8月はね、危機になると思う。8月今月は。なぜかというと、まずあの安保法制で、はい、まあ、あれは通るだろうけど、まあ、支持率は下がりますよね。そこに、あの、仙台原発の再稼働と、あと、絶対に問題、何を言ったって問題になる安倍談話。はい。これ何を言ったって問題になります。さらに4月6月期の GDP のマイナス成長。さらにインフレ率のマイナスっていうふうに立て続けに来るんですよ、今月。これね、
政局と絡んじゃうんですよね。あ、政局とね。完全に絡みます。まあそんな中で沖縄のね、はい、1ヶ月、辺野古の、うん、その停止というのはね、はい、まあちょっとお休みしましょうというのは、打ちましたけれども。はい。だからその前にも、それもあるし、その前には新国立競技場のね、はい、まあ延期時間、まあ見直し。白紙ですね。白紙。はい。見直し。で、いや、まあだから要は支持率下がってるの分かってるから、それを上げるための、なんか、その、いろんな、こう、手を打ってるんだけど、あんま影響してないですね。ああ、はい。そりゃ、例えば今ラジオ機の方だって、うん、経済がね、また景気が、よくないのなんて、ね。悪いですよ。今マイナスですよ。ねということに、それがまた出てくれば、はい、ただまあ、原油価格の下落自体は、家計の、まあ、消費は助けますよね、はい。電気料金も下げられるだろうけども、はい、じゃあインフレ率どうなのと。だからインフレ率に原油入れるのはやめなさいってことだね、そもそも。コアコア CPI でコアコア CPI というね、そうそうそう、よく三崎さんがおっしゃる。はい、まあ、それで見ればいいのに、ね、ということなんですね。これでも、このまままだまだ下がっていくんですかね、原油っていうのは。少なくとも中国の需要の拡大っていうのは、まあ、しばらくはないですよね、どう考えたって。はい、さっきの自動車の話じゃないけど、はい、結局ね、中国の経済って、設備投資というか、投資主導でずっと成長してきたんですよ。ミリーマンショック以降は。はい、でも、投資っていうのは需要がないと本来やっちゃいけないですよね。はい、でも、需要を無視して投資して経済成長率だけ上げてきたんですよ。うん、それが限界に来てるから、この構造は治んないから、まあ、しばらく原油は上がらないと思います。で、また、イランの核協議なんかもね。そう。ホルムズ海峡の危機も、まあ、はい、まあ、落ち着きましたよね。まあ、少なくともイランについては。はい、まあ、ISIL の問題あるんだけどね。はい。そうすると、まあ、しばらくは、まあ、家計からしてみると。助かるんだけど、インフレ率は、抑制要因になっちゃうと、わけでわかんないですよ、今日です。そういうことなんですね。はい。続いてはこちら。日本経済新聞。対ギリシャ、ヨーロッパ結束を。来日中のイタリア